はい、皆さんこんにちは、辰徳です。本日はですね、以前、春ぐらいだったかな、ケイン君と一緒にですね、当てもやの選定をしてですね、そして、結実するところまでですね、受粉の作業だったりとかしてきたんですけど、実はですね、夏の当てもやが、もう収穫時期に入ってきたっていうところで、本日については、夏の当てもやのですね、収穫をしていきたいと思います。そしてですね、その収穫したあてもやをですね、またいつもの3姉妹と一緒に食レポをしていきたいと思います。じゃあ、収穫の方をですね、流れで撮っていきたいと思います。じゃあケンユ君、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあちょっと行ってみましょうか。はい、はい、すいません。いえいえいえ。はい、こちらですね、見てください皆さん。はい、あてもやがですね、もう収穫時期にもう少し肥大化するのかなとは思うんですけれども、うん、まあ非常に大きいサイズになってきてますね、うんうん、はい、自分の手を結構大きいんでちょっと比較できないんですけど、まあ大体もう本当何センチぐらいですかね、8センチぐらいはあるのかなと思います、うん、はい、じゃあこれをですね、収穫していきたいと思います。はい、はい、はい、こんな感じですね。どうですか。おー、はい、食べれそう。はい、でアリンコがついてるんですけど、このアリはですね、はい、何でしたっけ、これは貝殻虫。貝殻虫か、うん、貝殻虫がちょっとついてるので、貝殻虫の何でしょうね、うん、ちょっとお尻から出す液体を吸いに来てるんですかね、うん、そうですそうです、はい、なんですけど、まあこちらを食レポしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではよろしくお願いします。食レポ編をどうぞ。本日はですね、このちょっとピント合いづらいんですけど、あてもや、あてもや、はい、見えますかね皆さん、これ、うん、あてもやと呼ばれるですね、万霊鹿の食べ物をですね、熱帯果樹なんですけど食べていきたいと思います。はい、はい、でですね、まあ簡単にちょっとあてもやの説明をしていきたいんですけれども、まあ、このあてもやについてはですね、万霊鹿、万霊鹿族の万霊鹿と呼ばれるものとですね、チェリモヤの掛け合わせて作られた交雑品種になってます。はい、はい、でですね、まあこれどういった名前の由来があるというと、万霊鹿の、ブラジル名でもあるアテとですね、チェリモヤのモヤから組み合わせられて作られたみたいです。はい、はい、まあなんかあれですね、食感とかもなんか風味がパイナップルに似ていることから、まあ、台湾とかではなんか パイナップルプラス万霊鹿とも呼ばれるみたいです。はい、はい、パイナップルの味するかな。はい、でまあ日本とかではですね、よく森のアイスクリームっていう風に呼ばれてるんですけれども、はい、まあ、本当にアイスクリームの味がするのかしないのかっていったところも、はい、3姉妹にですね、食レポしてもらいたいと思います。はい、はい、じゃあ実際食べていってみよう。レッツラゴー。あ、すいません、これケンユウくんのところで作った夏のあてもやでした、すいません。はい、それではですね、このあてもやですね、非常に何でしょうね、裂けてきてますね、うん、はい、この裂けてきたらなんか食べ頃みたいです。で、果皮も若干黒いところもあるんですけれども、うん、まあ緑のところもありますね。はい、なんで今からですね、まあ、包丁を使わずにちょっと切っていきたいと思います、はい、実際切れるのか。はい、おー、柔らかそう。見てください、これ種が入ってる。はい、種入ってますね。うわ、これちょっと乳介でもらっていいですか、リコちゃん、うん、はい、これちょっとこんな感じでちぎっていこう。どうですかリコちゃん、甘い匂いがする。はい、甘い匂いがするみたいです。いいね、はい、ちょっと乳介で見ますね。うん、非常に甘い匂いしますね。でちょっと若干やっぱりパイナップルっぽい匂いもしますね、うん、はい、じゃあ実際食べていきたいと思います。はい、マンゴーを食べていきます。何マンゴー。チーズマンゴー。はい、どうですかリコちゃん。めっちゃ美味しい。柔らかくて、柔らかくて美味しい、うん、チーズマンゴー美味しい、うん、よかったですね。はい、ケンシュンさんにありがとうって言って。うん、ありがとう。
はい、それではですね、早速食べていきたいと思います。はい、じゃあまずはゆめちゃんからお願いします。いただきます。どうでしょうね。いただきます。はい、うん、どうですか。めっちゃ甘い。めっちゃ甘い。食べたらダメだからね。はい、種がやっぱりこのようにですねついているので、はい、まあ、その周りの果肉を食べるような感じですかね。うん、はい、美味しいですか。美味しい。何の味がする。なんかパイナップルにもちょっと似てるけど、はい、乳酸菌みたいな味もします。ああ、乳酸菌、はい、ヨーグルトみたいな。うん、はい、ありがとうございます。美味しい。はい、じゃあリコちゃんお願いします。こっち食べない。はい、いいですよ、食べてください。うん、どうですかリコちゃん。美味しい。美味しい、うん、どんな味がする。甘い味。甘い味。甘い味と、はい、水分が美味しい。水分が美味しい、うん、はい、あれ結構好き、うん、はい、じゃあ花さん安定の水分お願いします。いただきます。どうでしょう。うん、お、目が見開きましたね。ちょっとパイナップルの味もして、はいはい、ゆめちゃんが言ったように、はい、乳酸菌もの味がする。うん、味もして、はい、うん、やっぱりもう水分もありますね。水分もありますね、うん、はい、どうですか、美味しいですか。めっちゃうまい。めっちゃうまい。はい、じゃあ自分もですね早速、はい、ちょっとピント合いづらいんですけど食べていきたいと思います。食べたよさっき。いいですよ。パパさっき食べてたよ。はい、じゃあいただきます。うんうんうん、確かにパイナップルの味しますね。でやっぱり冒頭では言ってないんですけど、あてもやっていうのは結構冬に収穫するフルーツなんですよね。それをですね今回はですねこのように作ってみたんですけど、まあ、これケンユウくんと一緒にですね、春ぐらいだったかな、剪定をして、自分がちょっと夏のあてもやはどうしても食べたいということでですね、一緒に受粉の作業をしたりですね、剪定をしたりなどしてみてですね、はい、作ってみたあてもやになってます。はい、はい、見てください、これこんな感じですね。味質はやっぱりパイナップルと、うん、去年の冬もいただいて食べたんですけど、その際はですねやっぱりしっかりアイスクリームって呼ばれるぐらい甘さがあったと思いますが、今回についてはやっぱり結構すっきりとした甘さというか、はい、なんでやっぱりパイナップルとかですね、夏のなんか沖縄の風物詩に近い感じの味がしましたね。はい、でやっぱり夏のあてもやだからっていうわけではないと思うんですけれども、はい、このようにですねやっぱり種が大きくて果肉がちょっと少ないのかなって個人的には感じました。はい、でまあ品種とかも最初に言わなかったんですけど、これジェフナーっていう品種ですね。はい、なんですけど、まあこれ非常に美味しいのかなって個人的には思いました。はい、どうですか皆さん、むさぼりついてますね。はい、もうあてもやないんだけど、これ最後のあてもやなんだけど、食べる、はい、食べたい、うん、はい、でまた冬ですね、あてもや収穫できたらいいのかなとも思います。はい、じゃあこんな感じですね、本日の食レポは終わりたいと思います。はい、じゃあこのまま三姉妹じゃんけんいってみよう。はい、いきますよ。あてもやじゃんけん、じゃんけん、チョキ。私たちはチョキを出しました。だからグーの勝ち。勝った人はいいことあるかもね。いいねボタンとチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。じゃあまた見てね。バイバーイ。いきなりのじゃんけんでもやれましたね。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。皆さんこんにちは、リコです。種を取っていきます。種を取っていく、はい、うん、これですね、レッドアテスって呼ばれるものなんですけれども、まあちょっとあれですね、可食部がなくてですね、まあ種取りでいいかなと思ってるんですけれども、リコちゃんが種を取ろうとしてますね。はい、でちょっとこちらがですね、ちょっと食べられそうなので、ちょっとこちらを食べていきたいと思います。はい、リコちゃんこれちょっと食べてみて。いい。
これ白いところ種取ってさ、そのまま食べる。はい、食べれるかな。どうですか。取るの。はい、どうですか。めっちゃ美味しい。美味しい。さっきのあてもやとどう違う。どっちも美味しい。一緒。じゃあパパも食べていいかな。うん、はい、はい、こちらはですね、かなこさんにですね、はい、から何でしょうね、ちょっとあれですね、安くて購入したものです。はい、ちょっといただきます。美味しいかな。うん、ほんのり甘い感じですね。はい、なんで赤釈迦糖って呼ばれるものだと思うんですけれども、はい、まあ、あてもやと比べたらやっぱりちょっと甘さはないのかなって個人的に思いました。でもこれ珍しいものなんですね。ちょっとだけ 食レポしてみました。優しい味の味わいでしたね。はい、じゃあリコちゃんは種を取ってますね。うん、はい、じゃあこんな感じですね。これも箸して植えていきたいと思います。はい、じゃあありがとうございました、リコちゃん。はい、バイバイ。リコちゃん、どうですか。美味しい。めっちゃめっちゃ美味しい、うん、もう美味しい美味しいってもうさっきからずっと言ってるんですよね。これ何番目ぐらいに美味しい、この食べ物の中で。はい、アボカドを超えたみたいです。はい、第1位になりました。はい、アイスの味する。うん、アイスの味する、うん、するみたいです。はい、はい、じゃあ何か一言お願いします。ケンユウさん、ありがとう。ケンユウさん、ありがとう。うん、さん付けですね。うん、はい、ケンユウさん、ありがとうございます。はい、本当こちらも、ありがとうございました。ありがとうございます。パパ、ありがとう。はい、パパですか。はい、ありがとうございます。じゃあ、パパ